私がトランペットなのよ。もっと目立ってかっこいい楽器にしなさいよ。例えば？そうね、ハープなんかもいいし、フルートもいいわね。エレガントなイメージで私にぴったりだと思わない？ま、サックスも渋くてかっこいいんじゃない？いつもとは違う大人なニコって感じで。どれも捨てがたいわね。あなたはどれが一番私に似合うと思う？悩んでいるみたいね。いいわ、悩みなさい。ニッコニッコニー、みんなのスクールアイドル矢沢ニコニコ。どんな華麗な衣装も素敵に似合っちゃうニコ。何でも似合っちゃうなんてニコの可愛さはやっぱ罪よね。え、私に一番ぴったりな楽器はやっぱりトランペット？それどういう意味よ。音が大きくって一番目立つし、何よりキラキラ金色のボディが一番である象徴のように見えるですって。そうね、確かに言われてみれば金色でキラキラしてるのは金メダルを彷彿とさせるかも。って、騙されないわよ。トランペットの何が嫌なのって、ハープやフルートやサックスに比べて主役感が少ないじゃない。私はいつでも主役でいたいの。